皆さんこんにちは、週刊大衆経営学者の関根です。毎年ね、毎週最近恒例となってまして、先週はオークス、やらせていただきました。今週はいよいよ日本ダービーということで、いやもう来ましたね、いよいよダービーが。ダービーに始まりダービーに終わるというかね、だからこれで1年のサイクルがもう競馬ファンは動いてるみたいなところありますからね。だから今日はダービーの予想と、あとは POG の王道、先週は牝馬を紹介したので、牡馬を紹介したいと思います。珠玉の3頭をね、また選びたいと思いますので、よろしくお願いします。オークスはですね、まあ振り返りますよ一応ね。あの反省、次回の念を込めて、まあライラックということでね、結構勝負したんですけど、まあ、12番人気で11着人気よりは走ったということでね。まあまあまあ1個着順が上だったということで、ただね、あの本当に今後の規約は期待できると思うので、どっかで穴開けてくれるんじゃないかなとは思ってますんで、夏とかもしね、休養で秋の前哨戦とか一発狙ってみたいなと思っております。オークスでもなかなかね、あのスターズオンアース勝って、うちのその POG のグループなんかなかなか持ってる人いなかったりしたんですけど、皆さんどうでしたかね。なかなかやっぱ今年は牝馬が難しかったですよね、本当に。ナミュールも3着にはね来たりしましたけど、なかなか、2着はスタニングローズか、難しいですね牝馬はね。だから先週挙げた3頭はその中で、まあ、一応ね選び抜いた3頭なので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。さあダービーですね、いよいよダービー。これはもうどうなんですかね、人気が印とか見ると結構個人的にはね、イクイノックス一番人気いくんじゃないかなと思ってたんですけど、大外枠行ったりしたということもあって、もしかしたらダノンベルーガが一番人気になるかもしれないですね、まあ印によっては。でイクイノックス、ジオグリフ、ドーデュース、ドーデュース、ジオグリフ、ほんとね全部12番以降なんですよね。12番ダノンベルーガ、13ドーデュース、15ジオグリフ、18イクイノックスとか、これ全部外枠なんですよね。ってなると、なんかこうね、内枠の先行馬から行きたいなとか、結構だからいろいろあの見たりすると、またロジャーバローズの再来があるんじゃないかって言って、内でこう潜んでた馬が来たりするんじゃないかっていう声もあったりするのでね、なんかそこら辺が狙い目になりそうな気がするんですけど、なんかそれもまたね、結局この皐月賞組がやっぱりね強いんじゃないかなという気もするので、皐月賞組で決まっちゃうんじゃないかなっていうところもありますしね、これは難しいですね。多分展開的には14番のデシエルトが押していくと思うんですよね。これ本当聞いてるとかなりやっぱり気性が勝ってる馬だということなので、本当なんかこうスローっていうよりはもう自分のペースで行きたいっていう馬みたいなので、まあ、これが外行っちゃったこともあって、これがドンと行ってそれについていくのがね、8番のビーアストニッシドとか、あとはそうですね、アスクビクターモアなんかもね、3番引きましたから、ここら辺も行ったりしてとかで、なのであとはだからその有力馬がある程度やっぱりね前にはねつけたいとは思うんですよね。本当にすごい後ろから行くっていうとなかなかそこら辺怖いところがあると思うので、本当そこら辺がある程度前につけていきたいなとは思うんですよね。ここら辺が難しい。多分福永騎手なんかもある程度は前に出していきたいはずで、イクイノックスなんかもまあね、あれだけの足あって距離も持ってたと思うんですけど、すんごい後ろにはならないんじゃないかなと思っております。まあそんな中でダービー予想いっちゃいましょう。ドン、もう一点勝負って書いてますけども、20丸本命ダノンベルーガ、丸ピースオブエイト、対抗ピースオブエイトですね、この2頭で勝負したいと思います。まずダノンベルーガから。これはまあね、もしかしたら一番、さっきも言ったように一番人気になっちゃうかなというところもあるんですが、まあもともと皐月賞右回りどうかっていうところで走るかどうかっていうね、出るか出ないかっていうところをこう言っていた馬ですからね、まあ、そんな馬がね、まあ、ダービー絶対向くだろうというところ。あとそこの皐月賞でまあ、ね、今回一番人気になっちゃうっていうのはちょっとそこがね、一個、2番人気に落ち着いてくれればよかったなっていうのはあるんですが、
まあ、その皐月賞で結果4着っていう強い競馬を見せたところ、まあもう言われてますけどね、あの内枠つい内をついて伸びなかったっていうところで、もうこれは参考外っていうふうに言われてますから、まあそれはもう間違いないんじゃないかなと。共同通信杯はね、強いレースでしたからね。でなんか今本当僕個人的に思うのが、ノーザンファームの育成馬の中で共同通信杯ってかなり重要視してると思うんですね。あのそこからの、そこを勝ってというか、ここを使ってクラシックに行きたいっていうのが多分おそらく、まあその感覚とか、まあ東京1008を使えるとかそういったところの理由があると思うんですけど、ここを使う馬っていうのはかなり有力視してる期待の表れだと思ってるので、でダノンベルーが本当それで一戦一勝でここを使ってきたということは、もう多分ノーザンファームの中での超最有力馬というか、一番ここを期待してるっていう馬の一頭だと思うんですよね。だからこの馬がおそらく中心になるんじゃないかというふうに見てるというところで、まあ、その共同通信杯はそのジオグリフとか、あとはもうダノンスコーピオンとかね、そういった馬相手にもうめちゃくちゃ強い競馬しましたから、もうこれで皐月賞をまあ4着に使ってここを向かうっていうのはすごいいい流れなんじゃないかなと。だからここで本当今ね、今年一番だ不安なのは今年の春一番人気勝ってないっていうところだったので、この馬が2番人気に落ち着いてくればもう自信の20丸打ちたいなと思ってたんですけど、だからそこですね。まあでもまあそういったところも気にせずですね、まあダノンベルーが一番ダービーに近いんじゃないかなと思っております。そして対抗ピースオブエイトにしました。これはね、なかなか未知の魅力がある馬ですね。3連勝してるけど、実はそんな多分人気な落ち着きますよね、おそらくね。ピースオブエイトも、まあ言ってもシルクの馬でノーザンファーム育成ということで、これもね、立派に、あの、良血馬ですしね、毎日杯も、あの、強い競馬でしたからね、毎日杯もこれ結構ね、素質馬揃ってたんですよ。デュラドーレスがいたりとか、あの、リアドがいたりとか、そこをね、あの、逃げて、そのまま勝ってしまうというところで、逃げてしまったところは一個懸念ではあるんですけど、多分このね、レース調教を見るに結構調教を最初控えてしまい内の方に潜らせてしまいを使うっていう調教をさせてるので、結構だからそういったしまいを生かすようなレースを考えてるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。多分逃げるんだったらもっと点から行かせると思うので、そのあたり、あの、調教も少し考えている。なので、2番手、3番手、それこそロジャー・バローズ的な感じで、で、シエルトが行って、アスク・ビクター・モア、その次ぐらい、ピース・オブ・エイト3番手ぐらいにこうつけて、こっからなかなかいい足使うんじゃないかなと思ってるんですよね。結構ね、馬体とか見たり、あの、聞いたりすると、全身バネのようだっていう風に、かなり切れる足持ってそうっていう話もあるので、実はスクリーンヒーローっていうことで、あんまり切れないんじゃないかって思われがちなんですけど、まあまあもちろんスクリーンヒーロー、東京2400ね、走ってる馬ですから、ジャパンカップで。意外にいい足使ってくれるんじゃないかなと思って見てます。なんかこう、意外にダノンベルーガを食ってしまうのはそこら辺の内行く前の馬なんじゃないかなという気がしているので、まあこの2頭で勝負したいなと思っております。あの、他のね、有力馬ですけど、まあ、デシエルトなんかは逆に僕はすっごい今回狙い、あ、まずジオグリフですね。ジオグリフなんかはすごい狙い目だと思ってて、皐月賞勝ったのにね、多分4番人気ぐらいに収まりそうっていうところで、まあ、狙い目ではあるような気はするんですね。で、なんか皐月賞を見ても、あの、関係者の方にお話聞いたら、中山で最後まで、落ちてないで走ってるんで、多分東京2400も問題はないと思うっていうところで、枠もね、外の方がいいっていうことをおっしゃってたので、うちだと馬込みが結構、嫌いそうなところもあるから外枠がいいということで、まあ念願の、まあ外枠を引いたんですけど、結構ね、有力馬が揃った中の外枠だから結構競馬が難しくなる可能性があるなというところもおっしゃってたので、まあそのあたりですね。まあでもいいとは思うんですよね。で、イクイノックスも、イクイノックスは逆に
本来は嫌うべき馬だと思うんですよね。休み明けいきなりあそこまで走って今回さらに東京で良くなるだろうっていうところは本当は嫌いたいんですよね。調教も、あまり本数激しく強く追ってないっていうところもあるので、ただあのね最後の中皐月賞の足見ると伸びあぐねてたんですけど、それも多分休み明けの影響があっただけで、東京2400は問題なく走ってくると思うので全く消せはしないかなっていう。ドウデュースも本当ともみち厩舎で武豊騎手で、これも2400は持つんじゃないかなという気がしてるので、意外にここら辺は本当軽視したいんです。本当は勝負したいんだけど、まあ軽視はできないかなというところですね。だから、まあ、ここの馬連馬単ワイド行きつつ、まあ、3着はもうそこら辺を抑えたいかなと思っております。あとは本当穴だったらねジャスティンの2頭だと思ってます。ジャスティン・パレスはね、これ皐月賞直線でちょっと不利というか、進路が狭くなったのもあったりして、ここら辺全然、ノーカウントだと思うんですよね。でジャスティン・ロックもこれは内をついたんですね、皐月賞だからダノン・ベルーガと同じく内をついて、伸び悩んだ馬なので、この2頭は結構穴として面白いかなと思っております。ということで、まあ、ダノンベルーガピースオブエイトを本戦に、まあ、その有力馬あとはジャスティン2とここら辺を、狙ってみたいと思います。あとね、あ、1個言い忘れました。ダービーね今年32度ぐらいになりそうだと思います。猛暑になりそうなんですよね。だからこれ暑いのもね結構影響あるんじゃないかなと思って、そう暑さに強い馬っていうのを調べてたんですけど、というよりはこれ騎手がしんどいんじゃないかなと僕思ったんですよ。こんな暑さの中10レースとか乗ったらもうさすがにねアスリートの騎手の方も結構しんどいんじゃないかなっていうところを見た時に、もう川田騎手渾身のニクラです。8レースと11レースで、ピースオブエイト藤岡雄介騎手は3クラ、ここら辺9、10、11っていう感じなんですね。藤岡騎手だから藤岡騎手も8レース9レースで奥村豊厩舎の馬で乗るので、ここら辺で多分1回乗せてもらってウォーミングアップじゃないですけど、まあもうそのレースもねもちろん真剣だと思うんですが、1回馬場を、まあ、ダートだからねあれまた馬場を確かめるっていうあれではないと思うんですが、まあ確かめてってところで、2クラ3クラっていうことでここら辺の渾身のもあるんじゃないかなと思ってこの2頭にもしました。いやー夏ね暑くなるから牝馬が出てればねちょっと狙ってみたいなと思ったんですけどね、暑い日は牝馬ということで、まあそういったところもあってこの2頭にしましたんで、ぜひ参考にしてください。でいよいよ POG の方に行きたいと思います。 POG のボバ、いやーボバも今年はねいろんな方に聞くと難しいっていう声を聞きますね。やっぱりディープインパクトを取ってればいいっていうね時代が終わりましたんで、ロードカナロアからエピファネイアから、新州ババだったら里のダイヤモンドとかリアルスティールとかいて、まあどこから取ればいいっていうところもあると思うんですが、今回も3と選びたいと思います。まず第3位じゃん、シャザーン、父ロードカナロア、母クイーンズリング。これはね、シャザーンは、シャダイファームの馬ですね。まだノーザンファームから取ってればっていうのはね、もちろんノーザンファーム中心にしたいっていうところあると思うんですが、とはいえね、今回のそのオークス桜花賞を勝ったのはシャダイファームだったりしましたんで、やっぱり他の牧場からも大物はドンとね、出てくる可能性があるというところで、シャダイファームからはこのシャザーンにしました。はい。まあ父ロードカナロはもう問題なく、母はクイーンズリングでねエリザベス女王ホワイト、あとは有馬記念2着になったりとかねしました。まあ名品中の名品ですよね。なのでシャダイファームの、ゆかりの血統の馬ということで、この馬はですねちょっとその、まあ詳しくすごい詳しくは聞けなかったんですが、シャダイファームの東町長にお話を聞かせていただいた時に、もうこの馬すごくいいよというふうにおっしゃっていただいたので、なんかそこら辺の、なんか
期待はねしているような感じはしましたね。でまあなんといってもあとは馬主さんがね金子誠さんですから、ここら辺間違いないし、競り取引価格も2億超えですから、高馬ということで、まあよく多分金子オーナー固めをするっていうね戦略の方もいると思うんですが、このシャザーンもねぜひ入れてみていただけたらと思いますね。まあ、なかなかねあの個人馬主の馬方の馬だとなかなか情報が出てこないところもあると思うのですが、すごく順調っていうところも聞いておりますし、この馬で期待したいなと思います。そして第2位じゃん、まあ、今回ねちょっとまあ王道はこの前お話しさせていただいたりもしたんで、まあ少しね穴っぽいところを言っておりますので、第2位ドン、ギャラン、父ハービンジャー、母アグレアーブルでございます。まあアグレアーブルはねもう POG ファンの方だったらよく聞く名前だと思うんですが、なんかシャザーンとかギャランとかなんか名前がありますね短めがやっぱ多いんですかね、最近のトレンドなのかもしれませんが、これはノーザンファーム育成の馬で、ノーザンファーム早北の方ですね。早北の方で、ボバーの桑田厩舎のところの馬なんですが、もうやっぱりねここに来て桑田厩舎の馬がなかなか、走っているというところもございます。イクイノックスなんかその、桑田厩舎で育成された馬でして、この馬はねその桑田厩舎長が個人的にすごくいいというふうにおっしゃってた馬でございますね。で桑田厩舎長がお話ししていただいた時に一応ここ書いてもあったりするんですけど、面白いことをおっしゃっていただいてて、去年までこうむっちりした体を作って一途的に作ってたの、まあ今年シャープな作り体つきを意識して作ったというところで少しこう変化を加えてるんですね。で今後ね、そんだけ結果出しているのに変えるのってなかなか難しいと思うんですけど、本当ねノーザンファームはそこら辺毎年こう変化をしていこうっていう、気持ちを持っているところなので、それがまあどう出るかは本当わからないんですけど、うん、このアグレアーブルに関しては本当に個人的にはすごく期待しているというふうにおっしゃっております。馬はねそんなに大きくないということなんですが、まあ、ハービンジャーもね、なかなかまた注目され出してますからね、ここら辺で一発引けると、かっこいいですよね。ギャラン、まあ、シルクの馬で松下武史厩舎ですね。これはもう、いい、420から440ぐらいということで、まあ、これから多分成長に期待というところですね。本当体のバランスもすごくいいらしいので、もしかしたらそんなにすごい速いタイプじゃないかもしれないんですけど、だから一個思うのはやっぱり早めが今のトレンドだと思うんですが、まあ結局ね強い馬は秋デビューでもだんだん全然間に合うので十分王道秋デビューでも問題ないんじゃないかなと思っております。アグレアブルぜひ、注目してみてください。これもマンハッタンカフェ系統か、もうちょっとマンハッタンカフェ系ね母父多いかもしれない。さあ POG ボバ第1、まあ、まあ穴って言っちゃいましたけどこれでいきます、ドン、フェイトフェイト、いやーねこれでいっちゃいますよ。まあまあまあこれねこれもう本当にねノーザンファームのところで取材したところで の手応えは非常に良かったっていうところと、あとはねこのそこの厩舎じゃない育成厩舎じゃない方も見てて乗ってはいないけど本当にいい馬だっていうふうに見るからにというふうにおっしゃってまして、でスタッフの方もすごいいいって言ってるというところで、まあ、そういった現場の声もあるし上の声も非常にいいというふうに言っていると。であとは藤田進オーナーですから、藤田オーナーにインタビューした際もこのフェイトはすごい注目しているということで、おそらくねその父リアルスティールでリアルスティールの中で一番馬というかリアルスティールの中だったらこれなんでしょうっていうところがあるんですけど、そうではなくてもう全体の中でもこれがいいで、それがたまたまリアルスティールっていう方だと思うんですよね、取材した感覚では。だからそのリアルスティールということは抜きにしてこの馬ってもう間違いないんじゃないかなと思っております。で馬体もすごくいいというところなので、切れそうな足も持ってるというところで、
フェイト。だからなんかね、あの見て読んでいただいた方にはわかると思うんですよ。まあこの馬がかなり中心になるんじゃないかなと思ったんですが、まあ我々の取材陣の感覚では結構冒険したかなと思ってたんですよ。そしたらもう案外バレちゃってるというか、まあ各紙でも、ね、取り上げられてましたし、まあその大き大小はあると思うんですけど、で、萩厩舎も絶賛してるっていうところで、うん、だから、POG をすごいやってる方だと、多分こう思うんですよね。ちょっとそこまで揃いすぎてると、罠なんじゃないっていうふうに思われる方がいると思うんですけど、まあまあまあ、とはいえこれはまあドラフト1位で全然取って、むしろそういう人が多いから逆にドラフトそんなに指名が増えないんじゃないっていう、あの狙いもあるんですね。そんな 5人も6人もっていう感じにはならないと思うんですよね、そういう疑う人もいるので。というところでここにね、この馬を2まあ重複しても2、3人、あるいは1本釣りできたら本当にこれね多分安心できると思うんで、フェイトいいんじゃないかなと思いますね。で、何せは藤田オーナーの馬が本当走りますから、ね、取材した段階ではまだ、重賞勝ってなかったんですよ。それがね、重賞をその後勝っちゃったんで、なんかね、一個早いなっていう気はするんですよね。多分だから1年目というか、今回はまあ重賞で前線したぐらいで、次重賞勝ってっていう、そういうステップを踏むところをもういきなり飛ばしてきちゃったんで、おそらくもういきなり大当たりというか、すごいスーパースペシャルホースを引き当てるんじゃないかなという気もしてるので、そこら辺の馬主の力にも期待したいなと思っております。そんなところですねちょっと1位それっていうところありますかね、大丈夫ですかね。まああとさらっといきますか。あとなんだろうな、あとですね、これは一頭ちょっと上げておきますか。はい、一頭ね、カメラマン、現地のカメラマンさんとかが取材したりしたところで、そのページにも載ってるんですけど、タイキラフターという馬がおります。ビクトリーホースランチ、父ハーツクライ、母アッシュベリー、大竹厩舎ですね。体重は504キロ、その3月の時点では。この馬がね本当にいいらしいんですよね。カメラマンさんもこの馬にすごく取材した、僕はね取材に行けてないんですけど、その取材した感覚で非常に良かったというふうに言っておりまして、期待するのはクラシックというふうに言ってます。それもね、多分、なんていうんですか、本音というか、本音ベースで言ってる話で、間違いなく期待してる馬なんですね、その牧場では。他の同世代と比べても持ってるものが違うということで、ここには書いてないですけど、タイキラフター、ちょっとね、ノーザン以外で指名するとかいう、そういう縛りルールがあったり、するとか、日高の方とか、そういう浦川の方とか、農山以外で、いい馬を引きたいっていう人は、ぜひこの馬も注目してみてください。って感じですね。POG はだから3頭、シャザーン、ギャラン、フェイト、で、タイキラフター、この3、4頭、ちょっと注目してみてください。ダービーもちょっとね、当てて、ダービーで、まあ、POG 今年シーズン終わりますが、なんとか、いい、はい、ちょっとね、持ってる馬に語れないでほしいなと思ったりもしつつ、まあでもそれでもね、馬券をしっかり当てていきたいなと思っております。そんなところですね。今週もありがとうございました。